んにちは、ザッピーです。今日はですね、ちょっと自分のいつも気になっている小ネタでございます。何かというと、ビートルズの売り上げですね、世界的な売り上げっていうのはどのくらいなのかなと。で、おそらく1位だろうっていうのはね、レコードの売り上げですけどね、想像はしてたんですけれども、じゃあどのくらいで1位のね、順位を保ってるのかと、ぶっちぎりなのか、それとも誰かと競ってるのかとかね、その辺をちょっと振り返る資料があったので、まあ見ていこうかなと思ってます。こちらをご覧ください。これはですね、RIAA というレコーディングインダストリーアソシエーションオブアメリカというところが出している、これ正式な資料なんですね、統計資料なんですね。で、アルバムの出荷枚数に基づいているということですね。なのでシングルはこれ入ってないような計算みたいですけどね。で、このデータは2019年ですね。で、2022年のものも見たんですけれども、順位は全く同じでしたね。ほとんど同じでした。なので、数字だけちょっと違うんですけれども、大体の、形としてはお分かりいただけるんじゃないかと思いますね。ビートルズはね、1位だったですね、やっぱりね。で、一番最初にね、ちょっと気になったのが、このガース・ブルックスっていう人と、それからこっちのジョージ・ストレイトっていう人なんですけれども、僕は知らなかったんですよね。ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、でも知らないっていうことはすぐ想像つくのはカントリーなんだろうなと思ったら、やっぱりカントリーミュージシャンだったですね。すごいですよね、アメリカはやっぱりね、カントリーっていうのは。僕もアメリカで、例えばこう車ドライブしてた時なんかは、最近はほとんどね、アメリカ行かなくなっちゃったんですけれども、アメリカでよくね、運転していた時はですね、例えばロサンゼルスからラスベガス行って、それからシカゴの方に抜けていくとか、そうやってると、もうロサンゼルスを出て、もうそうですね、 2,3 時間過ぎると、もうカントリーミュージック一色なんですよ、カーラジオがね。で、グランドキャニオンなんてこうドライブしてると、ロックすらかかってこないようなね、エリアになっちゃったりするんですよ。びっくりしましてね。都市部ですよね、ロックとかジャズとかが主に流れるっていうのはね、本当にね、田舎に行けば行くほどカントリーがもう中心になっちゃうんですね。で、ビートルズもエルビスも、それからイーグルスもレッド・ゼッペリンも、もう今はいないバンドなんですよね。だからやっぱりこう本質的にいい音楽を作った人たちがロングランで売れてこないと、こういうチャートには上がってこないのかなっていうふうにも思いますよね。このガース・ブルックスっていうのは、60歳ちょっとぐらいなので、恐ろしくね、現役で売れてるわけですけれども、むしろその他の人たちは、ビリー・ジョエルにしても、マイケル・ジャクソン、エルトン・ジョン、ピンク・フロイド、ローリング・ストーンズ、割と昔からやってる人たちばっかですよね。新しいアーティストっていうのは本当に少ないですね。とにかくビートルズがぶっちぎりで、この青いところは1億枚以上売ってる人たちですね。本当にその意味では、ここのベスト5ぐらいが世界のトップセールスっていうことになるんでしょうね。で、ビートルズとしばしばライバル扱いされるローリングストーンズは、もう3分の1ぐらいになっちゃうんですね。もうね、びっくりしますね。もうピンク・フロイドにしても、すごいこうね、たくさん売れた時期がありましたけど、こんなとこだし、マイケル・ジャクソンがここっていうのもまたびっくりしますけどね。おそらくビートルズの次がマイケル・ジャクソンかなぐらいに思ってたんですけどね、びっくりします。むしろ、アメリカではイーグルスとかすごいんですね、人気ね。エルビスもやっぱりすごいんですね、根強いですね。素晴らしいと思いますね。それで、こっちは何かっていうと、ふとね、思いついた名前を挙げてみたんですよ。この人たちはベスト15には入ってこないんだなっていうことですね。びっくりしますね、改めてね。クイーンでしょ、クラプトンでしょ、マドンナ、ボブ・ディラン、オアシスは絶対入らないでしょうね、ロングランになってないし。おそらくアメリカではそんな売れてないですからね。フーはすごい長いけど、やっぱり入ってこないですね、全くね。で、マライア・キャリーでしょ、セリーヌ・ディオン、スティービー・ワンダー、ビヨンセ、プリンス、ウィットニー・ヒューストン、メタリカね。ベスト20ぐらいになると、この中からも入ってきてる人いましたけど、でもやっぱりかなり下になっちゃうわけですね。クイーンはベスト20にも入ってなかったですよ。
だからアメリカでは売れてないっていうことなんでしょうね。まあクラプトンにしてもボブ・ディランにしても年がら年中聞いてる名前ですよね。だけどまあ売り上げだけがね全てではないとしてもですね、やっぱりビートルズの力はすごいですね。まあこんなにもぶっちぎりでやっぱり行っちゃうわけなので、それもねもう解散して50年でしょ、いないバンドですよね。本当にもう亡霊のような幻のバンドがこんなぶっちぎってるっていうことは、おそらく時が経てば経つほどですよ、あと10年20年するともっと差つくと思いますよきっと。だってそれだけ生命力があるっていうことでしょ。だったらビートルズをよっぽどしのぐバンドが出てこない限り、まあおそらくこの差っていうのはねもっと開いていくでしょうね。うん、まあ常識的に考えて、じゃあプレスリーが将来ビートルズを超えるかとか、イーグルスが超えるかとか、セッペリンが超えるかとかね、ちょっと考えにくいですよね。やっぱりビートルズの方がどん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 ファン層を拡大していってもっとでかくなるんじゃないかっていうのが、まあ予想しちゃうとこですね。まあだからきっとね、まあ今でもそうなんですけれども、全てがねビートルズを基準に考えるようになっちゃうわけですよ、こうするとね。まあ、だから他のグループのね、他のミュージシャンのファンの方々からはやっぱりビートルズと比較して語る以上はね、やっぱりビートルズよりこっちの方が優れているっていう話にはどうしてもなっちゃうでしょうね、きっとね。あのポイントポイントでね、まあそんな、気になってしまうこの結果ですね。でちょっと意外性から言えば、ビリー・ジョエル、 ACDC、それからバーバラ・ストライサンド、この辺はこんなに上なんだなってちょっと驚きましたね。で逆にもうちょっと上かなと思ったのは、まあ、先ほども言いましたけどマイケル・ジャクソンとエアロスミスももうちょっと上でもいいかなと思ったりしますね、こういうの見るとね。うん、ということで、あの改めてビートルズが、まあ、ダントツで1位なわけですけれども、ビートルズって時間が経てば経つほど、まあ、誰も否定できなくなってきてしまっている昨今を感じるので、やっぱりねその世界ナンバーワンっていう地位はもう不動のものだし、これから時間が経てば経つほどそれはもっと差が開くというかね、特にこういう売り上げなんかにおいては差が開いていってしまうんじゃないかっていうふうにはちょっと思いますね。まあもちろん売り上げだけで全てを測るわけではないですけれども、そういう認知度というかな、ステータス感っていうんですか、それはやっぱりますます強くなるんじゃないかなっていうふうには個人的には思いましたね。はい、以上です。失礼します。